台湾中央社は2日、中国本土メディアの記事を引用して、湖南省常徳市安京県裁判所は、財産損害賠償請求の訴訟を通告したと伝えた。報道によると、劉さんは、母親の誕生日を祝うため、堤防で爆竹を鳴らし、花火を上げた。堤防から50メートル離れたところに、李さんが営む養鶏場がある。爆竹の音に、多くの鶏が驚き、飛び回りぶつかり、負傷したり死んだりした。双方は協議したが合意せず、李さんは警察に通報した。死亡した鶏は130羽。李さんは、劉さんを相手に、訴訟を起こし、賠償金1万5000元の支給を請求した。裁判所は、劉さんが爆竹を鳴らしたことが、鶏の群れに影響を与えたという主張を認めたが、李さんが畜牧水産局による死亡した鶏の鑑定書を提示しなかったので、両者に因果関係があるとは限らず、伝染病で死んだ可能性も排除できないと認定した。裁判所が調停に乗り出し、最終的に、劉さんは、李さんに、損害賠償金7000元を支給した。